はい、おはようございます。ラスカルでございます。いやね、やっとですよ。例えばね、神奈川の方はしばらくアルコール提供しておりませんでしたが、7時までね、アルコール提供ができるようになったということで、久々にね、飲み歩き動画を撮影しております。ちょっとね、久々のこの飲み歩き動画なんで、改めて説明いたしますと、僕のね、この住んでる町川崎で気になるお店があり次第撮影交渉をしてね、飲んでいこうかというようなね、動画となっております。と言ってもね、もう暑い、半袖でもね、歩いてるとね、こう汗かくんですよ。もうね、ちょっとね、飲みに行くお店を早く決めたい。それにしてもね、このコロナになってからやっぱり飲みに行く回数も減ったんで、基本ね、車移動の僕はこの川崎の駅前って来る回数減ったんですけど、初めましてのお店がね、結構あるね。ちょっとね、1軒目見つけましたんで、早速ね、ちょっとお店に入って、撮影交渉していきたいと思います。じゃあちょっとお聞きしたいですけど、今 YouTube 撮ってて YouTube 撮ってて、で自分で飲む姿とか撮っちゃっても大丈夫、他のお客様も映らないような形で大丈夫ですか？すいません。はい、時間までで、はい、すいません、ありがとうございます。あ、一緒なんですよね。はいはい、ということで、ただいまね、店内の方入ってまいりました。こちらのお店なんですけども、以前もね、エキトラ劇場さんと一緒にね、動画を撮影した際に撮影をさせていただきました、とくりっていうお店なんですよ。こちらのお店はね、もう刺身がめちゃめちゃ安いし、うまいの。とりあえずね、もう外も暑くて、喉乾いたんで、早速ね、注文していきたいと思います。ということで、ひとまずね、生が到着しましたんで、早速ね、いただきます。あー、久々、うまい。ひとまずね、まだ料理来てないんで、こちらのお通しと飲んでいきましょう。いただきます。とくりさんで提供されているお通しは毎回しっかりとバッチリ作り込まれていて、味も美味しいんですけれども、何よりも量がちょうどいいんですよ。これぐらいであればね、まあ、他の料理を食べるにしてもお腹いっぱいさに関係なくね、食べられますんで、個人的には毎回嬉しいお通しなんですけれども、このお通しがね、大体美味しすぎてこの時点で一杯飲み切っちゃうんですよね。実はこのお店ね、このお酒の提供がなくなる前まではね、僕よく来てまして、このお店がね、大好きなんですよ。本当に値段も鮮度もいいし、金額もすごく安くて、普通にまあ飲み歩いてる時は月にね、2回は絶対来てたね。それぐらい大好きなお店でございます。とりあえずね、1品目枝豆到着いたしました。んでね、もう早速おかわりのビールもいただきました。今ね、追加のメニュー到着いたしました。今ね、来たメニューがだし巻きと牡蠣ですね。生牡蠣、このね、牡蠣がやばいんですけど、贅沢にね、2個頼んじゃいました。いただきます。あ、うまっ。しょっぱめな感じでね、すげえ酒進む。そんなんしたらね、また追加来ました。アジのなめろうとカツオの刺身ですね。海鮮系のお店だからって、ちょっと、ね、一気に頼みすぎたわ、生もの。ひとまずこの牡蠣いっちゃいましょうか、これ。よいしょ。あー、やばいね、これ。ずるいね。ちょっと、牡蠣ね、いただきます。うまっ。あー、うまっ。臭みゼロ、マジうまい。
僕自身こちらのとくりさんでこの生の岩牡蠣出会ったのが2回目だったんですけれども、前回食べた時よりも旨味も強かったし臭みもなく、やっぱり酒飲みには脂質、糖質、そしてプリン体とこちらの3種悪いやつらが一番うまい。そしたらね、先ほど届いたこちらのね2種類の生ものも食べていきましょう。ひとまずね、生姜とかわさび全く使わずにこのカツをいただきましょう。血なまぐさい香りはね一切ないわ。こちらね、ほじそと生姜、ネギと、とくりさんは海鮮メインのお店で、どのネタを頼んでも鮮度が良くて絶品の料理ばかりなんですけれども、何よりも価格が最高でして、こちらの写真にある盛り合わせですが、一番少ないものでも4切れ8種盛りで2000円、さらに上の月という盛り合わせであれば4人で食べても多いほどの量で3000円という良心的設定なので、いつも来るとついつい頼みすぎちゃうんですよね。無限に飲めんなこれ。次に来たのがあら汁と肉じゃがでございます。こちらのとくりさんは、海産物もちろんうまいんですけど、こういった煮物とか焼き物、そういった海産物じゃないジャンルもねしっかりうまいんですよ。この玉ねぎとか見えるかな、しっかりね旬でるんですよね。うまそう。そしたらちょっとこちらのねなめろうもいただきます。やっぱりチャレンジメニューとかデカ盛りの撮影もねもちろん楽しいんですけど、こういう撮影は最高っすね。やろ、今ね嫁さんの同棲とか結婚を機にね川崎に引っ越してきてから約ね2年弱、まだね3年は経ってないんですけど、引っ越してきていろんなねお店を飲みに行きましたけど、ここがね一番通ってる、それぐらい大好きなお店なんですよ。マジでうまい。ということで追加注文させていただきました。もちろんねビールとですね、サザエの肝串焼きとフグシラコの天ぷらでございます。これ酒飲みにはたまらない一品ばかりなので、これをねちょっと食べながら飲んでいこうと思います。うまい。うわー、このちょっとした苦味、これがいいね。サクセスするわ。ちょっとこちらの山椒をかけていただきます。うまっ。
やば。白子にいっちゃいましょうか。まずちょっとお塩でいただきます。溶けるわ。うまい。そしたらこれね、追加で頼んだ最後の品でございます。こちら最後の品がね、ヤリイカの刺身でございます。甘っ、うまっ、うん。ということで本日は川崎駅徒歩3分ぐらい砂子にございます、こちら徳利さんをご紹介させていただきました。いやね、こちらのお店は海鮮ものうまいのはもちろんなんですけれども、酒飲みが好きなあてが多種多様に揃っている最高なお店でございます。ぜひね、皆様も川崎で飲む際にはこちらの徳利さんで飲んで美味しい魚を味わってみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。やっぱうまかったわ。ありがとうございました。